スノードン伯爵は、イギリスの伯爵位。1961年、女王エリザベス2世の妹である、マーガレット王女が、アンソニー・アームストロング・ジョーンズと結婚するに際して、爵位を持たない、平民出身であったアンソニーは、スノードン伯爵に譲された。その後アンソニーは、王女と離婚して、王室を離れたが、爵位は依然保有している。従属称号は、爵で、 直当主の儀礼称号である。その後マーガレットの名である、プリンセスロイヤル、アンの二度の結婚において、どちらの夫も、借位を受けなかった。また、十枚のアレクサンドラ王女もエアリー伯爵の次男と結婚したものの、夫は次男であるため借位を持たず、また新たな借位も求めなかった。2018年に、マーガレットの王名、姉のエリザベス女王の孫ユージェニー・オブ・ヨークが、 ジャック・ブルックス・バンクと結婚した時にも、借位を求めず、ジャック・ブルックス・バンクレイ夫人ユージェニー王女となった。このため、称号のない王族の配偶者に借位を与えるという、事例は、スノードン伯爵が最後となっている。また、スノードン伯爵女借以降に親民に与えられた、世襲の借位は、60年代前半のいくつかの子爵、男爵、順男爵くらいのほかは、 元首相のハロールド・マクミランに与えられた、ストックトン伯爵のみである。順断尺まで範囲を広げても、60年代半ば以降は、マーガレット・サッチャーの夫、デニス・サッチャーが、サッチャー順断尺に乗された事例を数えるしかない。以降のすべての尺位が、王族の成人、結婚に伴う女尺に限られ、しかもそのほぼすべてが公爵と、その従属称号である。唯一の例外として、 マーガレットのオイ・エドワード王子に与えられたウェセックス伯爵のみ伯爵くらいである。新民への助赦は主に1958年の一大貴族法に伴う一大貴族への助赦に移行している。2017年、アンソニーの死去に伴い初めて代替わりが発生した。アンソニーの死去により、新民として世襲位を新規に助赦したことのあるすべての人物が奇跡に入った。 また、従属尺以外で新規に白爵位を受けた人物で、存命の人物は上実した、エドワード王子ただ一人となった。推定相続人、リンリー死爵チャールズ・アームストロング・ジョーンズ。ありがとうございます。